なです。お願いします。今日は一人で撮る動画なんですけど、前の方にエリナちゃんがいるんですよ。彼女は何をしているかっていうと、アイロンをかけているんですね、服にだからその間に私はヘアアイロンで髪の毛を巻いていきたいと思います。じゃあまあ今日はひたすらにスパイラル巻きをしていきたいと思います。基本的にね、ブロックはあんまりしない派ですね。ブロックじゃないね、ブロッキングだねなんかね、本当にね、適当でいいんですけど、まず下の毛からちょっと気持ち、下目から巻いていきます。こんな感じで巻いて、一回巻いたらこう外します。で、ちょっと動かしてくるくるってやって外して、くるくるってやって、これでこんな感じですね。細いスパイラル巻きができました。これをね、ただ繰り返していくだけです。この動画では特にブロッキングはしていませんが、ブロッキングした方が巻きやすいよという方は、上下に髪の毛を分けてダッカールかなんかで留めてやるとやりやすいかと思います。巻きでスパイラルにしていくだけです、ね、スパイラルもちゃんとやった？やったやった。え、じゃあ一応もう一回やりますわ。やり方わかんないからさ。はい。じゃあまずですね、ちょうどいい毛束、これぐらいの量を取りまして、こう通すじゃないですか、一回熱を。そうしましたらこの辺に挟みます。で、くるっとやります。一巻きぐらいかな。そしたらこう取ります。で、少し引いてくるってやります。で、また外して少し引いてくるってやります、っていう感じにすると細めのなんかゆる巻きができるんですね。で、これは後でほぐしていく感じになっていきます。顔周りはね、スパイラルじゃない方が可愛いかもしれない、巻きが大きい方が。って最近思うんだ。これやったらね、ちょっとね、ほぐした方がね、ほぐして形状記憶させるといいって言われた。顔周りの毛とか置くとき。顔周りの毛が巻けたら、次は表面の毛束を取って巻いていきます。だいたい片方に2、3束ずつぐらい巻いていけば OK です。前髪はいいですね。前髪は立ち上げてこう。立ち上げたい。じゃあぶち上げていきます前髪を。あんまり立ち上がらない。じゃあ今一通り髪の毛を巻き終わったところです。全体の流れをもう一回確認すると、特にブロッキングはせずにスパイラル巻きでひたすら外巻きで巻いていきます。で、顔周りのこの一束ぐらいは、私は結構スパイラル巻きより普通の笑う、そう、普通のこう外巻きでスパイラル巻きみたいに外さずにやった方が巻きが大きくなるので、顔周りは巻きが多い方が可愛いかなと思ってそれをやってます。あと、こういう立体感を出すためにこういう風な中間の毛をまた細くまた取って
スパイラル巻きでそれも巻いて全体のバランスが整ったら完成です。で前髪はね一応立ち上げたんですけど、あんまりなんか、立ち上がってる。あ、大丈夫だそうです。私も最近センター分けを始めてちょっと今模索中なので、いい感じのか、いい感じのやり方が発見できたらまた動画にしてあげてみたいと思います。はい、こんな感じで巻き終えたので今回の動画は以上となります。この動画がいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録お願いします。インスタグラムも概要欄に貼っとくのでそちらをご覧いただいてフォローしてくださると嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。